ほーたまちゃんこと住吉たまきです。さあ皆さん、今回はですね、ディズニーのラバマスグミ大開封大会、それではおーちけら。さて今回ですね、開封していくラバマスグミがこちらです。ババーン。ちょっと苦しい。ディズニーキャラクターズラバマスグミ、税込み330円で全12種類のラインナップになってます。今回私はですね、10袋購入してきました。まあ、全12種ということでコンプリートはちょっと不可能なんですけど、何が出るかチャレンジということでやっていきたいと思います。なんかね、袋が2種類あるんだけど、3店舗ぐらいで買ってきたからっていうわけでもないのかな。多分普通にどんなとこで買ってもこのピンクと水色で2種類袋があるのかな。味は両方リンゴ味になっていて、キャラクターですよ皆さん。アリエル、ラプンツェル、エルサ、アナ、ベル、オーロラ姫、シンデレラ、白雪姫、ジャスミン、ティンカーベル、アリス、ミニーマウス。全部欲しいやん。とりあえず絶対欲しいのはラプンツェル、アリエル、ジャスミン狙いでいきたいと思います。それではレッツラバマスグミ。どっちがグミなの？こっちが付録というかラバマスの方だと思っているんだけど、とりあえずじゃあこっち開けてみようかな。じゃーん。あ、だよね。あ、いい香り。グミちゃんが、グミちゃん、グミは9個入ってる。じゃん。こちらがミニちゃん。にゃ、かわいい。うん、うまうま、おいしい。オッケー。それではですね、なんとスリムになったことでしょうか。ラバーマスコットだけ別にしました。あれ、ちょっと待って、オーロラ可愛くない？なんかみんなベイビーフェイスですね、ベイビーフェイス。いや、とりあえずラプンツェルね、とりあえず。たまちゃん。ではまず1個目、ラプンツェル、ラプンツェル、ラプンツェル、せーの、じゃん。あ、エルサ、キャワーいいねー。ポチャットフェイスがいいね。あ、ここにね、なんかね、小さくなんですけど、エルサ大体のエルサってなんかね、すっごいクオリティが高い。めちゃめちゃしっかりしてるし、なんといってもプリティですね。あのちょっとね、すいません、ネイルが伸び伸びなんですけど、やっと予約が取れたので今週行くので、ちょっとすいません、この動画は耐えてください。ではまださすがに被らないからね。これで被ったら、いや、被んない被んない。絶対被んないから。ラプンツェル、ラプンツェル、せーの、じゃん。あ、白雪姫だー。めっちゃプリティやん。あ、これ何？リンゴ食べる前？あら、リンゴ食べないで。リンゴ食べないで、白雪姫。このスカートのふんわり感とかさ、髪のふんわり感が。綺麗ですね。3つ目、残り8個でしょ。もうこの辺でラプンツェル出して、あとは余裕な顔でいきたいな。お願いラプンツェル、お願いラプンツェル。じゃん。あ、ティンカーベル。ティンカーベルはちょっとグリーンなのかな。このね、ちょっと淡いパステルカラーがね、絶妙に可愛いよね。いいね、なんかこの2等身、いい2等身。やっぱ2等身は最強だな。4つ目、いや怖いよ、そろそろ来て。ラプンツェル、ラプンツェル、お願い。ラプンツェルのパワーはもう十分にあるから、お願い、あとは出るだけ、お願い。ドンパンタラティンタラトディン。もうかぶっちゃった。ラリくんもなんか訴えかけています。まあ、2個ね、エルセ出ちゃったんですけど、今日はなんとちょうど芋チューブがお家に来てるということで、1個芋チューブにあげよう。では5個目、いや、そろそろラプンツェルだよ、お願い。全ラプンツェル、私にパワーを。もう私は今ラプンツェルにまとったから、もうこの部屋中のラプンツェルからもうパワーをもらったから絶対出る。私さ、普段ね、生放送やってるんだけど、
生放送に来てくれたタムチューブを見てくれてる子がね、ラバマスグミでこれ欲しいって言って結構何回も聞いてたんだけど、なかなか出てなかったから結構難しいのかもしれないね。5個目お願い、ラプンツェル、パン。え、マジかよマジかよマジかよ、そんなことあるいやもうすごいね、このさ、部屋中のラプンツェルがさ、もう全員全員全員パワーくれたの。ありがとうラプンツェル、ありがとう、ありがとう、ほんまにありがとういや、むしろこんなにラプンツェルがいてさ、パスカルもいて、出ないのがおかしいのよ。やったー、てか超細かい、この髪の毛の感じとか。めっちゃプレティ、嬉しい、やったねー、ゲット。とりあえず次はアリエル狙いでいきたいと思います。何が出た？ラプンツェル出た。芋チューブが来ました。これ芋チューブが選んだやつ。ジャスミン狙い、ジャスミン狙い、うん、これね、うん、いきますどっから声出してんの？せーの、じゃん。待って、やばい、エルサ3つ目なんだけど今日実はね、妹以外に妹の旦那様が来てるので、私と芋チューブと芋チューブの旦那さんでお揃い。やばえ、どうそれ、持って帰るわ。じゃあお揃いね、うん、なんかさ、よくアニメみたいなのやるじゃん、うん、私が本物のバズだみたいな。あ、バズがさ、自分の靴の裏見せてさ、あのシーンあるじゃん、うん、ああいうシーンになったらみんなでこれ見せよう。ないよ生チューブ。え、オーロラ可愛い。ジャスミン。じゃあジャスミンいきます。ジャスミン、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 ジャスミン。せーの、じゃん。あ、またかぶった。白雪姫だ。ではラスト三つ。私はアリエル狙い。あとは芋チューブがジャスミンって言ってたのでちょっとあげたいのでね、ジャスミン狙いでいきたいと思います。ジャスミン、ジャスミン。でもね、カメラがブルブル震えてんだけど、地鳴りしてて今。ジャスミン、ジャスミン、じゃん。あ、ほら、かわいい。わあ、かわいい。かわいい、めっちゃプリティ。ね、オーロラ、これ大正解だよ。かわいいけど。やった、嬉しい。残りアリエルとジャスミン。プリンセスの中で一番ジャスミンが好きだったの？一番ジャスミンが好き。芋チューブのスマホがジャスミンです。ジャスミン、たまたまチューブ。ラスト1個じゃん、どうする？来るよ、エンディングは。エンディングジャスミン、エンディングジャスミンパレードもじゃあ渡すの狙いはアリエルなんですけど、いやでもジャスミンは出てほしい気持ちはある。まあでもジャスミンを願ってあげよう。ではラスト、ジャスミン。皆さんもぜひジャスミンコールお願いします。せーの、ジャスミン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 。わー、いきます、じゃん。あ、アリエルごめん。自分で買ったらジャスミンになるかもよ。確かに。めっちゃプリティ、かわいい。アリエルもかわいいよね。ちょっとジャスミン出してあげたかったんだけど、ごめん。オーロラ姫もかわいい。オーロラもかわいい。今回は私のお金で買ったということでジャスミンはちょっと来なかったんですけど、もしね、見かけてジャスミン出たら芋チューブにあげたいなと思います。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ポコチャという配信アプリでも毎日夜配信してますので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。それではまたね、バイバーイあげてこようっと、バイバーイ。